ちごができてました。まずはダメなのでこれは抜きます。で、口なしはアウト。で、これはまだできてますね。で、サザンカはこんな感じになりました。で、これアジサイがこんな風になりまして、ここが根っこがついてます。で、クレマチスがすごく元気に伸びて、ここまで伸びてくれました。で、これが切った鎮定花。で、奥にはトマトとナスと変化はありません。で、バラはこんな風に、で、上は